こんにちは。苦手な部位はふくらはぎ、Bレジェンド田中です。今回は各部位1種目しかできなかったらどの種目が一番おすすめというお話をしたいと思います。私は B レジェンドジムでトレーナーをしている田中と申します。競技としてはパワーリフティングを行っております。実績としては近畿パワーリフティング大会で優勝した経験があります。それでは本題の方に入っていきたいと思います。各部位1種目しかできないという条件で種目を選ぶときにですね、これを知っておいたら何が役に立つのかと言いますとですね、トレーニング始めたての頃にたくさんの種目をですね身につけるよりもですね、この部位はこの種目がメインというところをある程度絞ってですね身につけた方が技術的にも向上しますので、その中で重量が伸びていく感覚も分かりやすいというところで、優先的に取り組むべき種目が見えてくるかと思います。またですね、忙しくてトレーニングの時間が取れないという場合はですね、やっぱ優先する種目を決めておかないとですね、限られた時間の中で筋肉を成長させる、維持するためのアプローチが間違ってしまうので、忙しい時とか最初に身につける種目を決めたい時にはこの部位についてはこの種目かなっていうのを考えるためのヒントになるかなと思います。あくまでですね、これ私のおすすめというところの話になりますので、参考程度に聞いていただければと思います。私がですね種目を選ぶ時の重要と考える条件についてですけど、まずはしっかり重量をこなせる種目と、俗に言うですね一つの関節しか使わない種目よりもいろんな関節の動きを伴う、つまりいろんな筋肉を使う多関節種目ですねを優先的に選びたいと考えてます。また限られた可動域で動かす種目よりもしっかり可動域がある程度取れる種目を選ぶ必要があるのかなと考えております。それではまずですね胸の種目で1種目選ぶとすればベンチプレスかなと考えております。フリーウェイトのバーベルを使ったフラットベンチプレスですね、何よりもビッグスリーの中に入っている種目なのでですね、上半身の多くの筋肉が動員される種目でもありますので、しかも一番重量がこなせる胸のトレーニングなのでベンチプレスが一番おすすめかなと思います。ただ補足でですねベンチプレスやっても胸に効きにくいとかですね肩ばっかり刺激が入るっていう方の場合はペックフライやダンベルベンチプレスの方がいいという場合もありますので、これはちょっと体の個性によってベンチプレスがベストアンサーではないこともあるかとは思うんですけど、これあくまで私のおすすめというところでバーベルベンチプレスをチョイスしたいと思います。次ですね、背中のおすすめ種目としましては、これはチンニングですね、懸垂になります。背中のトレーニングであれば広背筋が一番大きな筋肉になってくるかとは思うんですけど、これがしっかり伸びた状態でトレーニングを行えるというところでチンニングが一番おすすめかなと思います。ただしですねチンニングって自分の体重を持ち上げないとそもそも成立しない、結構強度が高いトレーニングではあるので、運動を始めたての方とかですね体重が非常に重い方などは、ラットプルダウンでもいいのかなとは思います。これも条件次第というところにはなってくるんですが、チンニング通常で、丁寧に10回ぐらいできるのであればですね、背中の種目1回選ぶとすればチンニングかなと思います。次はですね肩の種目、これ結構迷いますね私のおすすめとしてはですね、やっぱり上半身全部強い方がいいだろうということでミリタリープレスです。立った状態でバーベルで持ち上げるトレーニングというところになります、肩だけじゃなくてですね、腹筋背筋体幹部ですね、強くないとできない種目になるので強い体ができるというところでミリタリープレス、腰痛持ちの方とかですね一日でいろんな種目詰め込んで体幹もヘロヘロになってくる懸念があるという方はですね、背もたれありのダンベルショルダープレスでもいいかとは思います。同じような効果が期待できるんですけど、もう少しですね腹筋背筋とか体幹の負荷が緩やかになっている種目がダンベルショルダープレス、こっちの方が肩だけで言うと集中しやすいかなっていうところのメリットあるんですけど、全身強くするだったらミリタリー、肩だけにちょっとフォーカスするんだったらダンベルショルダープレスっていう感じですね。条件次第で変えてください。次はですね、足のトレーニングでは何がおすすめかっていうところなんですけど、これは言わずもがないじゃないですかね。バックスクワットですね。バーベルを肩の付け根ですね、担いでしゃがむ動作、スクワットですね。
足のトレーニングっていうだけじゃなくて、まあ、1個しかトレーニングできなかったらじゃあ何やるって言われたら、まあ、スクワットかなと思います。もう全トレーニングで一番重要なのがスクワットだと思っておりますので、もちろん足も強くなるんですけど、バーを支える背中だったりとか、まあ、腹筋も使いますしですね、代謝を上げたりするのも体力つけるのも一番いい種目はスクワットだと思いますので、足のトレーニング1個選ぶんだったらスクワットになると思います。では次ですね、腕について考えるときはですね、腕って大きく分けるとやっぱ二頭筋と三頭筋ですね、まあ、力こぶのところの筋肉と二の腕のあたりの後ろ側の筋肉とあるので、これもちょっと一種目選びようがないので、二頭筋としてはっていうのと三頭筋としてはっていうので分けたいと思います。二頭筋の一種目選ぶとすればっていうところなんですけど、これもうちょっと悩みました。でこれ何と何で悩むかって言いますとですね、やっぱしっかりストレッチさせる種目はやっぱりいいなっていうところで、インクラインダンベルカールか重量そこそここなせるトレーニングもいいなというところで、バーベルのアームカール、まあ、どっちもいいなとは思ったんですけど、まあ、おすすめの種目の組み合わせの中ではやっぱり、まあ、腹筋背筋ちょっと疲れてるだろうなというところがあるので、それだったらやっぱインクラインダンベルカールで体幹ちょっと休ませながら、まあ、腕にフォーカスする種目っていうのは、まあ、いい種目かなと思いますし、何よりも二頭筋一番ストレッチされるんで、ストレッチする割には、まあ、重量をこなすアプローチをしようと思えばできるっていう良さもあるので、まあ、インクラインダンベルカールが二頭筋のトレーニングでは選ぶとすれば1個かなと思います。で次は腕の三頭側で選ぶにはじゃあ何かっていうと、ちゃんと可動域が広くてストレッチするっていうところの重要性を考えると、オーバーヘッドエクステンションかなと考えています。三頭を使って頭の高さからこう肘を伸ばしていく効果ですね。三頭筋というのは肩関節またいでますので、こう万歳した状態で肘を曲げるとストレッチが一番かかる状態になるので、まあ、オーバーヘッド系がやっぱりいいのかなと思います。で寝た状態での、まあ、イージーバーとかを使ったエクステンションとかももちろん、まあ、一番刺激が強くていいかなとは思うんですけど、今回私チョイスするのはケーブルを使ったオーバーヘッドエクステンションですね。なんでかっていうと、寝た状態でエクステンションやるともう刺激が強烈すぎて肘痛くなっちゃう。で私の周りの方もですね、結構それで肘壊してる方多いですね。なので関節のダメージを考えると、まあ、ケーブルだとですね、ネガティブの刺激がちょっとやっぱりマシンの摩擦などでちょっと甘くなるデメリットかもしれないんですけど、怪我の予防と考えるとフリーウェイトでオーバーヘッドエクステンションやってたら多分僕今頃肘ぶっ壊れてトレーニングできてないぐらいダメージが大きいので、長くトレーニングを続けるという視点ではケーブルのオーバーヘッドエクステンションが良いかなと思います。ここからは掟破りの補足のコーナーになります。でさっきまでは、まあ、1種目選ぶならとあったんですけど、背中のトレーニングって上から引くっていうのももちろん、まあ、1個選ぶんだったらそうなんですけど、まあ、動作として前から後ろに引くっていうのもですね、まあ、バランスを鍛えるには結構大事な要素になるとは思うので、まあ、背中を上から引き下げる引くとは別と考えるとすれば、補足で引く動作で足すとすれば、まあ、マシンの敷いて取ろうかなと思います、まあ、より引く動作にフォーカスしやすい種目かなと思います。もちろん胸の前にパッドがあってですね、まあ、しっかり体が支えられた状態でストレッチがかかって引くという背中のトレーニングではまあ一ついいのかなと思います。もう一つがですね、足のトレーニングで、まあ、スクワット確かに完璧すぎる種目なんですけど、お尻と腿の裏はちょっと追加で刺激入れたいよねっていう場合もやっぱあるとは思うんで、そこでスティフレッグデッドリフトっていう種目ですね。通常のデッドリフトはバーを下ろした時に膝を曲げてバーを置くんですけど、そうじゃなくてお辞儀するような形ですね、太ももの裏とお尻にストレッチをかけるデッドリフトがあるんですけど、今も前はスクワットで、もも裏あればスティフレッグデッドリフトかなと思います。結構いい種目だな、足したいな、バランス取るにはと思ったので一応補足で足しておきました。いかがだったでしょうか。まず身につけたい技術、重要な種目にもなってくるかとは思うので、この部位に対してはこの種目はメインでやってみようかなと。胸をやるときはまずベンチプレスかなとかですね、各部位やるときに最初に持ってきて大きな可動域で重量をガンガンこなしていただければ筋肉も発達するかとは思います。また忙しいときに
この種目だけはやるっていう場合に、今日紹介した種目を組み入れていただくのはおすすめかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。また B レジェンドではお得なセールも行っておりますので、概要欄からチェックしてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。